目につく野郎。あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。いい衣だな。煙が。ヒアリの跡だ。新しいな。人が住んでおった。私に用があるって何？害するつもりはない。陣と申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。山猫様がお呼びだ。セーベ、去ったじゃないか。俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。
では結託するほかないな。立ち裁きを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう、ブーンを。あんたも。¡Tima! ¡Ter mundo va a estar la Hanoi!
地村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。いつまで続く。俺はここだ。逃がしてやる。危うく死ぬところだったよ。命の恩人だよ。安全なところへ。抜かるでないぞ。力で規制が上がった。
地は消える。これから先罪人として思われることになるぞ。承知の上。
開け風。響きの岩もザレとなす。因果の果ての浮世なるかな。しばし座りましょう。力は我らの周りにございましょう。お優しいこと。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。もし腕に覚えがあるならば、こっちへ来い。戦いたいのか。さあどうかな。
あんたは猛虎の敵か味方か。敵だ。それだけ知れば十分。侍がまた来た時のために修練場を作ったんだ。来たのは猛虎だったかな。稽古していくか。全ての灯籠を素早く射抜くだけだ。馬上から幾人もいてきた。灯籠など造さないな。当てりゃいいだけじゃない。速さも肝なんだ。いつでも弓を取れ。船乗りには見えないな。あのアホめ、死ぬかつもりかい。そうだな、的を侍だと思え。Legium Harsinta, same to him. What is Betty? Beach bus. Go, son! Hey! Stop!
ダメです。来てしまったのですか。あの女が言うには。巴は申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。助けて。動くな。私を助けてどうしようってんだい。さあ早く逃げよう。困ったことはないか。あれはいい策だ。おのれ、その衣は何か答えろ。この衣か。忠頼公のものだ。いかようなわけでそんなものを着せる。ここはあの鬼の化身の弓取りに殺された者が眠る場所だ。鬼だと？違う。忠頼公はアザモウラをお守りなされた。海賊から。寝言は寝てから言いやがれ。忠頼公は民を救ったまで名高き弓取り対馬の勇士だ。そう信じてるからそんな薄汚い衣を悠然と着てるんだろう。長尾の魂と弓の腕が己に宿っていると言いたいのか。いや、物を言うのはこの弓だ。ではその弓で示してみろ。よし、受けて立とう。こうしよう。長尾忠頼、鬼は誰よりも早く矢を射るという噂だ。石碑の周りに灯籠が見えるか、一つ残らず射抜いてみせろ。
いつまで耐えればいいんだ。長尾の亡霊が己に宿ってるのか。頼む、俺を射るな。この矢は猛虎を射るため残しておく。だが忠頼公を再び侮るのならば、その時は。ああ、二度としない。これをやる。だから殺さないでくれ。
誰が好むほど貴重な鞘とはな。欲しいのか、または笛を聞きたいか。かたじけない。お前に代わって役に立てよう。なぜ起き上がるのだ。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。
しに行かなくちゃ。だけどあの叫び声、カッパの仕業です。いつまで続く。
背に向けて言ってやろうか。どれが幻で真なのか、もはや見分けられまい。上の曲も日差しのようであった。どのような調べだったか。猿を見ていると母上の曲を思い出す。今でも吹けるだろうか。初めて仕込まれた曲だったが、上達せず拗ねたものだ。それから母上は俺の機嫌を直そうと下手に吹いてくれた。
めんぞ。愛らしいな。天蔵のような男は初めてだ。奴は武士を憎みながら俺を見殺しにすることもなく命を救った。
だろう。侍がなぜお前も猛虎に殺される。何事だ。ここは猿の住処だったようだが、どこにおる。この露天が血に染まっているようです。相手は孫を見ていけないのか。やってんばいがよ。
ぜ猿を檻に船に積むのか。さあ逃げろ。おい、うどん口張った。Ridim bağara. Басын байлгүй үү дээ. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Дара мултарч чадахгүй. Ой, өнөө гэгч хардаа. Хаан. Бери. Хэрлиг орпе. Хиос авчихлаа. Yeah!
하라고.
猿が互いを呼んでる。俺が助けた猿か。母上曰くこの曲は座して吹いてはならぬとか、体を動かせと聞いたな。猿のように。 なかなかだ。母上を真似て笛を左右に揺らせば会得できると教わったな。そういえばよく笑いながら吹いたな。 Thank you.